お笑いトリオ、インスタントジョンソン、のジャイが競馬の払い戻し金への追徴課税により、苦境に立たされていることを明かし大きな話題となったが、18日には自身の YouTube チャンネル、ジャイチューブ、内で今後の展望について説明した、動画。この時はまさか、破産、するとは、競馬で6400万円的中させたジャイが実際に購入したドイツの超高級車。ジャイは2020年12月に川崎競馬で馬券を的中させ、6410万6465円の払い戻しを受けていた。5日に投稿した動画内で、去年の秋に、僕の家に2人の男性が訪ねてきました。税務署の人ですね、と、状況を説明。僕は税金もちゃんと納めているし、競馬で買ったお金も申告しているので、やましいところは全くない、とした。しかし、通帳や資料を差し出して出た結果、マンションを買えるくらいの請求が来ました、と報告していた。その後にジャイはツイッターで、恥ずかしながら、今の自分に今回かかる弁護士費用、整理士費用を払える。力がなく、寄付を集めることにしました、と報告していた。そしてこの日に更新された動画内では、東京国税不服審判所に不服申し立てしたことを明かした。理由については、自分の税金をどうこうしようという目的ではなく、問題提起をみんなに広めるためのものであります、とした。また、周囲からはいろいろな提案があったとしながらも、今回の弁護士費用などについては、寄付にさせていただきました、と発表。共感してくれる人をなるべく多く集めたい、という考えから100円から最大でも1000円までの寄付金を募るとした。現在7000人ぐらいの方からトータル400万円ぐらいの金額が集まっています、と経過も報告。お金というよりもこれだけの人が応援してくれてるんだよ。っていうことを知らせたいという気持ちです、と胸の内を明かした。また、正直言うとあまり矢面には立ちたくないという気持ちが本心で言うとあります、と本音もとろ、大勢の皆さんの力がないと国は動かないと思いますので、ご協力お願いしたいと思います、と呼びかけた。